世にも怪奇な物語は、1967年制作の三部構成から、なる、オムニバス形式のホラー映画。フランスイタリアの制作。原作は、エドガー・アーラン・ポーの小説によるもの。白尺家の霊嬢フレデリックは、女王のようなわがままな振る舞いで周囲を言いなりにしてきた。ある日森の中で知り合った、男尺家のウィルヘルムにフレデリックは惹かれ、誘惑しようとしたものの、 日頃の彼女の振る舞いに、軽蔑の感情を持っていた、彼に拒絶されてしまう。怒りからの行動によりフレデリックは、ウィルヘルムの馬小屋に放火してしまう。その時ウィルヘルムは、アイバと共にも消死してしまう。それ以後、フレデリックの周囲では、城に現れた黒馬にまつわる、不可思議な事件が起こる。寄宿学校に通う狡猾なサビストの、ウィリアム・ウィルソン少年の前に彼と、 正反対な性格をした同盟のウリ二つの少年が現れる。彼は、事あることに、ウィルソンの悪事を妨害した。後に士官となったウィルソンは、賭博場上であった美しい女性のジュセピーナとカードの勝負をする。ウィルソンはイカまで勝利をし、ジュセピーナの裸の上半身を無知で打つ。そこに、ウリ二つのウィルソンがまた現れ、インチキが暴かれてしまう。怒り狂ったウィルソンは、 もう一人のウィルソンを殺害してしまう。俳優のダミットは、かつて華やかな世界で名声と賞賛を欲しいままに、してきた。しかし、アルコール中毒によって、落ち目の時期だった。そんな彼に、イタリアから、新車のフェラーリを報酬に、映画出演の話が来る。しかし、不安から、酒を飲み続け、何かに取り憑かれたかのようにフェラーリを走らせてしまう。ありがとうございます。